ビル先輩、帳簿付けの業務が完了したぞ。金額にズレがないことも確認済みだ。お疲れ様。あんた力仕事だけじゃなくてこういうマメなタスクもできるのね。意外だったわ。デイ9なのにフォーチュンクッキーもないんだ。ああ終わったっけ、もうなかったっけフォーチュンクッキー。すっげー寂しかった今新年のセールもあと一息3って。あれまだ終わんない。まあ別に終わんなくても出た、いつものガヤウゾムゾが騒ぐだけのガヤあそっか、作戦を変えたから。わすっごいなんか今変なエフェクト後方右斜め後ろのゾーンがらりだぞ、おら細かいのおい甘い、貴様は左端に向かって羽を飛ばす癖がある見すぎだろ癖。何あんだけイチャモンつけたハーツラビル寮生がすげえ楽しんじゃってさ、それを見抜いていや後ろに下がるな、いいいいいい、守備をするのは良い。ちょっとおもろいな。私とセベク2人の資格をついてくるのは良かったけど一歩足りなかったわね。くっ、決まったと思ったのにまだラリーを続けてくるとは。これならどうだ。同じ量でやんないのそれ。違う量の時点でもうなんかないじゃん連携とか。貴様たちの打球はすでに見切ってる。そしてこれで終わりだ元気だ。スマッシュか羽子板でスマッシュできん、知らねえんだけど。すごいいいことしてない。ダメだ、早すぎて羽が見えねえ獣人族そこは頑張って見てくれ。落ちるんだろう。あ、いい勝負になったってことね。くっそー、羽が落ちちまった。この勝負僕たちの勝ちだな。ちくしょう、また負けかよ、あとちょっとで勝つぞ。トーニー確かに今回は少しヒヤッとさせられたわ。あんたたち数を重ねるたびに上手くなっていってない。実は俺らもそんな感じはしてたんだよな。羽子板のコツがつかめてきたっつうかさ日本人でさえその羽子板のコツつかんでないのに。ああ、次やったら今度こそ勝てるんじゃないか。俺の癖もしっかり対策すればワンチャン。また5000マドルも買い物するのは痛い出費だがそっか、やるたんびに5000マドルか、痛い出費だね。そう、新年早々ね、あんまなんか三が日さ、神様が降りてきてる三が日ってお金使っちゃよくないって聞くけどね。来月と再来月の小遣いを使えばなんとそんなにしたいか試合まあでもゴールドサムチケットだしな。ここで尻尾巻いて逃げたら後悔するしな。条件額分を購入するからもう一度挑戦させろよなんかあれだね、ギャンブルやったら深みにはまりそうだなこいつら。大丈夫かな。おっと、次は俺たちがバトルする番なんだから連戦しないでくれ。残念だけど待機列の最後尾に並び直してくれる？挑戦権があれば必ず勝負はするから安心して。分かったよ、首洗って待ってるな。あんまそういうこと学生の時代使わねえんだけどな。よくその客の顔も覚えてられるよな、店員はすげえな。その人の顔なんて覚えないっちゃ大変なんだからも。僕たちは逃げも隠れもしない、何度でも挑んでくるといい。へえ、めちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか。ケイトさんに店頭の業務任せて思わず様子を見に行っちゃいましたよ。え、今ケイト一人なんだ。その様子じゃそっちのチームも接待プレーをする方針に切り替えたってこと？接待？ふん、貴様らと一緒にするな。僕は手加減など一切していない。敵をよく観察し相手の力を最大限発揮させる戦い方をしているだけだ。器用だな。その方が僕の自信の鍛錬にもなる。戦意を失った相手の勝負ほどつまらんものはないからな。そうよ、品のない言い方やめてもらえる？私たちはお客を楽しませることを第一に考えて全力でプレーをしてるだけ。挑戦権の対価として5000マドルいただいてるんだもの、しっかりその分のサービスをさせてもらうわ。つまりどっちのチームも行き着いた結論は同じってことみたいっすね。おい、いつまでバイト同士で話してるんだ、早く羽子板で勝負しよう。もうなんか羽子板やりたすぎてもう中毒なってんじゃんこいつ、大丈夫か血の気の多いジャガイモの相手をしないとね。ああ、いい勝負になるよう努力しよう。最終的に勝つのは僕たちだがな。ああなるほど、いい方向に進んでったと。準備はいいな。俺に締められたいの？こんなもんかな、かわいそうに。なんで勝てると思ったわけ？
あ、店内の様子か。いらっしゃいませ。お会計をするお客さんはこちらの列に並んでください。うわー、セールの終わりも近づいてきたのにすごい人だね。これも羽子板バトルがまた盛り上がっていったおかげかな。一時はどうなるかと思ったけど、無事客足も売上額も戻ってきてよかった。接待プレイするっていう方針があっちのチームと被っちまったのは予定外だったっすけど、これでスペシャルボーナスがなしっていう悲劇は解消できたはず。あとはどっちのチームがボーナスをもらえるのか、そこが問題っすね。無駄話が聞こえるから様子を見に来てみれば。聞こえるんだ、耳いいんだっけ。すべくって、貴様は口を開けばそのことばかりだな。そんなもの今考えても意味がないだろう。目の前のことに全力で取り組んでいれば結果は後からついてくる。それとも自信がないのか。何言ってんすか、自信なら終わりっすよ。俺たちが何回客に羽子板バトルを申し込ましたと思ってる。もともと客の欲しい言葉を言ってやるのは得意っすからね。ちょっとおだてながらバトルしてやればみんな喜んで再生してくれんだから、ちょろいもんす。ちょろいって言うな。同じ勝負でもケイ君たちの反応次第でお客さんの満足度が変わると思うと面白いよね。テンション高く挑まれるとこっちも簡単に負けらんないって思っちゃう。さすがラッキーボーイ、無事課題をクリアできたみたいだね。サムさん。サムって呼び捨てしてるのは完全にセブクだな。さっきのハグイタバトル、以前よりずっとお客が楽しそうにしていたよ。それに君たちラッキーボーイもいい表情をしていた。そりゃもうお客さんが喜ぶ姿を間近で見られて俺もめちゃくちゃ嬉しいっす。本当か。魅力的なサービスとはお客と店側がウィンウィンの関係になれるものさ。その証拠にここ最近の売上額は右肩上がり。レジを閉めるのに時間がかかって大変なぐらいだよ。あ、レジ閉め大変そうだね。さあまだまだ君たちと羽子板で勝負をしたがっている小鬼ちゃんたちがたくさんいるようだ。ラッキーボーイとして全力でぶつかってきておくれ。はーい、ケイ君頑張ります。サムさんが見てる前で活躍してアピールするチャンス、いつも以上に気合い入れちゃうっすよ。つってバトル、あ、ここもそうか、バトルか。なめんじゃねえ、から悪。全力でかかってきなさい。コムヒオレ両戦になんであんな柄悪いやついんの。なんでビルさん、教えてビルさん。よっしゃ、面白い。こんなのお話にならないわ。よーい、終わりました。もう十分でしょ、バイバイ。およ、あ、ここで終わりか、もしかして。数日続いたサムズニューイヤーセールもそろそろ終わり。急に喋るんだよなこのイベント。ここでクルーにバイトの感想を聞いてみよう。あ、どうなったの、そのボーナスとか。どうだい、この仕事にやりがいを感じてもらえているかな。なんかでもこのメンツ結構やりがい感じてる。結構っていうか、まあ去年もそうか、やりがい感じてくれるようなキャラだったし。そりゃもう移動ない分楽だし、顔見知り相手でやりやすいし、何より時給が高いのが最高。顔見知り相手って確かにポイントでかいな。ああ今回だけじゃなくて年中ここで働いていたいっす。転職ではあるわ。ブチの小鬼ちゃんはうちの店にハマったご様子だね。大きな小鬼ちゃんの感想も聞かせておくれ。大きなやついっぱいんだよ。店内状況を把握する観察力に、客に対応するための瞬発力など、さまざまなスキルを磨ける奥深い体験だった。電波悪いせいでなんかちょっとセベクの声ちょっとブチブチして大丈夫か。若様が来店された際、十分なアテンドができなかったことが心残りだが。そう、次回の課題としておこう。3年生の小鬼ちゃんたちはどうかな。バイト中ずっと新年のお祭り騒ぎって感じで超楽しかった。買い物を通じてみんながハッピーになってくれるとケイ君も嬉しいし、この仕事向いてるかもなんて。まあコミュ力高いから普通に接客業向いてそうではあるよな。支払われたお金と引き換えに、私たち店員は客に最高の体験を届ける。うん、いや特殊な例だよこの店が。エンタメの世界でも接客の世界でも大事なことは一緒なのね。うん、ああなるほどね。いい勉強になったわ。Thank you。 素晴らしい感想だね。それぞれこのバイトから得るものがあったようで、店長の俺も嬉しいよ。ところで
この店には新年からいろんな夢や欲望を持ったお客様が訪れているけど、ないそんなかちょっと特殊な言い方。小鬼ちゃんたちはどんな年になることをお望みかな。抱負なんかがあれば聞かせておくれ。なんかでもコロナは早くなくなってほしいよね。俺じゃねえのよ。でまた今年も監督生とグリムは出ねえのよ。なんで？抱負ね、そんな大層なもんは特にないけど、今年もいっぱいバイトして金を稼ぎたいかな。このセールが終わったらまた求人情報に目を通さなきゃ。うまい儲け話は逃さないっすよ。ラギーらしいわ。僕の抱負はもちろん護衛としてさらなる研鑽を積み、あらゆる困難から若様をお守りすることだ。でもあのマスカレードのイベントの時やってたけどね。それすごいね。それよりも上を目指すんだろうな、セベクは。そのためにも毎日の鍛錬や学業に至るまで手を抜くつもりは一切ない。日々着実に精進するのみ。でもセベクだったらできそうではある。やっぱりたくさんマジカメを更新してバズることかな。いつもやってないそれ。1回の投稿に1万いいねついたら最高。わあ、今年も映えそうなものは欠かさずチェックするよ。一般人で1万いいねはすげえわ。学業に真摯に取り組みつつ、私が理想とする美を探求し形にしていくこと、ね、急に難しくなっちゃった。ビルさんっぽい。抱負だなんて言葉で終わらせるつもりはない。ほう、必ず有言実行してみせるわ。もうかっこいいな。おい、4人とも話を聞かせてくれてサンキュー。君たちが素敵な1年を過ごせるよう祈ってるよ。そんなことよりスペシャルボーナスの話はどうなったんすか。一番元気だな。おい、俺とケイトさんのチームがもらえるに決まってるんだから、さっさと耳を揃えて用意してほしいっす。耳を揃えてってヤクザかお前は。ふん、自信があるにしては随分と気がせいているじゃないか。僕とビル先輩の働きの方が圧倒的に店に貢献していたと心の底では認めているのだろう。自信しかないな、どっちも。あーい、心配しなくてもちゃんと決めてあるさ。ああ、サムズニューイヤーセール中の素晴らしい働きによって見事スペシャルボーナスを手に入れるチームは、どっちかなの。どっちもじゃない。ごくごくを口で言うな。そんな。ラギー君&ケイト君チーム。あ、こっちなんだ。悲しい顔して悲しい顔しとる。とう、あ、やっぱりセベック君&ビル君チーム。笑顔になって。いいじゃん、どっちも頑張ったんだから。どっちもでね、それはいいでしょうよ。つまり両チームだ。なるほど、言わせるだけ言って、あのライバル意識させてみたいな。結局どっちも良かったねって。どの子鬼ちゃんも一生懸命働いてくれたから優劣をつけられなくってね。あ、いいんじゃないですか。悪い顔してる。スペシャルボーナスは4等分にして全員に支給することにしよう。あ、4等分になるんだね。は？いいじゃん別に。どっちかがもらえどっちかがもらえなくなるよりいいじゃん。そんなにか。なんかちょっと拍子抜けかも。いや、もらえないよりいいんだけどさ。まあな。もしかして初めからこうするつもりだったの？絶対そうだろ。とんでもない。コウニちゃんたちの勝負が互角だったから、どちらか一チームに絞れなかっただけさ。どっちもチーム、どっちのチームも最後その接客プレイみたいなのに気づいたわけだから。君たちが競ってくれたおかげで店の売り上げはアップ。コウニちゃんたちは全員ボーナスゲット。ウィンウィンだろな。どうにも釈然としないが、このバイトで得るものは多かったからよしとしよう。まあ、金以外にも得られるものはあったよねってことね。ちぇ、俺たちのチームが総取りできると思ったのにな。ま、時給と合わせたら十分な額だからいっか。じゃあいいじゃん。さて、大にぎわいのセールもいよいよ大詰めだが、この後も夢とサプライズが詰まったミステリーバッグを求めてお客様が押し寄せるだろう。まだあんの？コウニちゃんたち、最後まで新年のセールを一緒に盛り上げておくれ。任せておけ。もちろんよ。
あ、終わり？あ、これで終わりなんだな。なるほどね。とりあえずどっちのチームでももらえたけど、続くよって。ハッシュタグ、バイトの制服で気分上がる。今日も元気に営業中。今日も元気にパーリーない。お、あ、好きな SL やと交換できる、ここか。で、あとは、まあ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 、いつも通りって感じかな。あ、エスレアの2人か。まあ、これは手堅く。Hey! コウニちゃん、欲しいものが見当たらない。香水と背景と鍵かなって感じ。このサムにお任せを。だから多分だけど、バトルやったら全部ゲットできそうだな。まあ、これはね、おちおちやねん。おいおいやるとして。一生懸命働くと腹が減るっす。ああ、飯の時間が待ち遠しい。俺も、もうお腹ペコペコ。今日は学食で大盛りメニューを完食できそう。じゃあそれをおごらされるんだろ、監督生出てないけど。ということでサムズニューイヤーセール2023、新年明けましておめでとうございましたってことで、来年がもしあるとしたらまた4人に増えるかもしれないし、まあ、今年のね、メンツも結構組み合わせ的にまあ見ない組み合わせだったってのもあって面白いね。なんかまあ去年カリムだったのは多分トラ年だったからトラのイメージでカリムだったんだけど、ウサギのイメージ全くないからね、他の人が。あ、でもケイトはウサギか。そういうイメージもあったりしてたのかな、獣の耳とか分かんないけどね、その辺は詳しくは。ということで、終わり。終わりとか言ったけど、あれだ、こたつ。あ、そっち座っちゃう。そっち座っちゃうんだ、ケイ君。すっごいね、細かい。ちょっと見づらいな、なんか。ゴミがすごい。おせちとかもすっごいね、細かいね。おせちとか知らんでしょ、ツイステッドワンダーランドの住人。知ってんのかな、おせちって。ちょっとまあ、クリスマスの装飾品のまんまだったりするんですけど。だから、こっち来い、こっち。ケイ君、暇とか言うな、お前。イデアがうろちょろしてる目の前で暇だなって、お前。イデアのメンタルボロボロよ、もうそんな。どこにある、その、うわ、じゃあ、かぶっちゃう、かぶっちゃう、お前。かぶっちゃうから。